佐藤義領、明治11年2月18日昭和26年8月18日は、新潮社の創立者。雑誌、新潮を発行した。哲学館卒。筆名に、橘の香り、綾香子堂、広尾子堂など。明治11年に、秋田県仙北郡角館町に、佐藤為吉、徳夫妻の4、男として生まれる。両親は荒物屋を営み、彼の幼名は、義助であった。父親の為吉は商人には珍しく読書好きな人物で、熱心な仏教徒だった。義領は、明治16年小学校に入学、優等生で二段進級を許された年もあった。14歳で、高等小学校を卒業すると奉公に出されることになっていたが、高学心に燃える義領は進学の許しを父に、幾度となく乞い、為吉は仕方なく官費の師範学校ならばと進学を許可した。師範学校は18歳でなければ入学できないので、対局の小学校長、浅沼正竹の家に書生として住み込み、続いて、秋田の積善学舎に入学した。月5円50銭の学費その他を、父は賄えず、一部は、姉の嫁ぎ先から支援してもらった。日清戦争前夜のその頃、学問を志していた義領は文学に夢中になり、博文館の投書雑誌、学生必選上に投稿を繰り返した。同誌の投稿仲間には、仙台の中学生だった、吉野作造がいた。当時、高山著牛ら赤門派の新人作家や泉鏡花ら、尾崎紅葉門下が、文壇に登場し、百花繚乱の文学時代が現出しており、文学熱がますます高じた義領は、明治28年3月に、積善学舎を辞め上京する。友人2人と秋田市から、鉄道のある黒沢尻駅まで、約 150km の鉄道を歩き、東京行きの列車に飛び乗った。上京した義領は、新聞配達、運送や、荷車引きなどを経て、集英社の職工の仕事に就き、夜は、勉学に励んだ。ある日吉良の投稿文、文学少刊の載った、雑誌、青年文が、工場の支配人の目に留まり、彼は、構成係に抜擢される。青年文は、投稿歓迎の月刊誌で、森鴎外らの文章と共に義領の文章も、掲載されたのだった。肉体労働から好きな文字や文章を扱う仕事に移り彼の心にはいつしか出版事業を行おうという夢が芽生えていった。出版業界を知るにつれ、文壇が赤門出と兼有社の2杯に占有されており、この文閥以外の作家はなかなか世に出られないことを知り、自ら出版事業を起こすことを決心する。出版の資金を捻出するための待望生活で、貯金を行ったが、その様子を見かねた集英社印刷部長の妻である、荻原由紀が、資金援助をしてくれた。そうして、明治29年新生社を設立し、7月10日、作品投稿雑誌、新生を創刊する。菊版41ページ、定価5000。800部の印刷だったが完売した。同誌の3号からは、文界少刊という批評欄で、兼有社派に対する批判を行い、尾崎紅葉の怒りを買い、紅葉は、新生社員に会うことはなかったという。文閥打破を標榜し、前年に山形伊宗が創刊した、青年投稿誌、文庫と並んで一時天下の呼び物となった。明治36年経営不振のため、新生を同人だった、正岡芸陽に譲渡して、身を引き、義弟の中根駒十郎らの力を借りて1904年新たに、新潮社を創立、文芸雑誌、新潮を創刊。中村村尾ら編集者に人材を得て、同誌は、明治末以降今日まで日本の代表的、文芸雑誌とされている。社是に、良心に背く出版は殺されてもせぬこと、どんな場合でも借金をしないこと。決して約束手形を書かぬことの3か条を掲げ、自然主義文学運動と結んで、多くの文学作品や雑誌を出版、新潮文庫、世界文学全集などで、文芸出版社としての地位を確立した。大正11年より、同社の全出版物を角館図書館に寄贈し始める。1934年藤井印刷社長に就任。昭和10年頃、PL 教団の前身である、人の道教団に入信し、社員や取引先なども強制的に入信させた。娘の病気回復を願って、一家で入信した技量は、教団のパトロンでもあり、新潮社の雑誌、日の出でも、三角博史ら、人の道分子と呼ばれる書き手を多く起用した。新潮社の名物編集者として知られた、斎藤十一も、同教団の信仰を通じて、技量の四男、哲夫と知り合い、技量の孫、良一の家庭教師となり、それが縁で新潮社へ入社した。佐藤技量の記事、角館に建設された、新潮社記念文学館戦後、公職追放となり、昭和26年8月18日、73歳で死去。没後、1953年に、角館町の有志からなる、佐藤技量先生顕彰会が銅像を、日よけ地広場に建立。2000年には、技量の顕彰を目的に、新潮社記念文学館が、仙北市の公共文化施設として建設された。ありがとうございます。